はいどうも、こんにちは、クレイです。というわけで、今回は、本日7月17日水曜日、13時から17時までのね、メンテナンスが明けまして、バージョン 8.4.0、こちらのアップデートが完全に入りましたので、こちらについて動画を撮っていきたいと思います。まあ、今日この7月17日というのは、プロスピ2019 PS4 版、PS ビータ版の発売前日というところで、まあ、そこで搭載されるような、選手のフォローするだったり、あと演出なんかが、このアプリにも一部、追加になったというようなイメージでございます。ただそれ以外にもですね、かなりいろいろと大きなアップデート等々、あと今までね本当に欲しかった機能なんかも追加されてますので、まあ、今回そちらをね、紹介していきたいなというふうに思います。はい、ということでございまして、かなり今回も内容盛りだくさんなので、もう早速本編ねやっていきましょう。はい、ということでございまして、もう早速ですねアップデート内容を見ていきたいと思うんですが、今回大きく分けてアップデート大体10個ぐらいかなというふうに思いますので、10項目1つずつ見ていきたいと思います。まず1つ目が特殊ユニフォーム追加でございます。はい、2019年度の特殊ユニフォーム3球団分追加いたしましたということで、チャンピオンダッシュブルー2019ユニフォームソフトバンク版と、あとは2019サマーユニフォームロッテ、そして、昇竜ユニフォーム2019中日ということで、この3球団のね、特殊ユニフォームが追加になりました。まあ、この特殊ユニフォームどれぐらい使ってる方がいるのかっていうところは僕も正直わからないんですけれども、まあ、過去にですねユニフォーム変える方法というか、ユニチケットの使い方とか集め方みたいな動画は多分出していると思いますので、まあ最近始めた方でこの特殊ユニフォームよく分かってないよという方はぜひぜひ、まあ、おそらく概要欄の方に動画のリンク貼っておきますので、ぜひそちらから見ていただければと思います。で、まあ一応こちら注意点としては、2019年度の特殊ユニフォームの使用期限は2020年の2月下旬までというところなので、まあこの辺はライセンス問題、で、そうなりますので、まあ、そこは、注意が必要ですよというところでございます。はい、続きまして2つ目、ここがねかなり大きな修正かなと今回思います。はい、プレーオフ日本一決定戦進出中の自治球団が変更できるようになりましたと。いや、これめちゃくちゃ嬉しいですね。今までは V ロードでプレーオフ日本一決定戦というところに進出してしまっている場合は、そのプレーオフと日本一決定戦が終わらないとですね、自球団を変えることができなかったんですけれども、まあ、それが今回から変更できるようになったよというところでございます。まあ、ここに関してはね、リリースされてから3年10ヶ月ぐらいかっていうところ、本当にずっとね、変わってほしいなというか、できるようになってほしいなと思っていたところだったので、まあ、非常に嬉しい変更かなと思います。ちなみにこれね、ちょうど僕も無課金アカウントの方で日本一決定戦に挑んでる最中だったので試してみたんですけど、まあ、自球団を変えても対戦相手の球団は変わることがなかったです。まあ、僕はちょうど日本ハムとね日本一決定戦争っていたんですけれども、まあ、そこで日本ハムに自球団を変更しても相手も日本ハムみたいな、なんかちょっとそこは今までのね、概念というか、まあ、そこもぶっ壊れたというような感じでございます。なんですけれども、まあこの辺は自球団の契約書だったりとか、あとはガチャで自球団変更したいという時にね、V ロード終わらせないといけないというところが結構めんどくさい、一手間必要というところだったので、まあ、これは非常に大きいかなと思います。で、続きましてホームランパフォーマンスの追加ですね。はい、山川選手、松田選手、柳田選手、吉田正尚選手、そして、中村翔吾選手、バルガス選手、レアード選手に、セリーグ長野選手、バレンティン選手、丸選手というところで合計11名かな、のアップデートが行われましたというところでございまして、まあプロスペ2019でもね、大きく取り上げられていたこの山川選手のドスコイポーズだったりとか、あとは巨人丸選手の丸ポーズなんかが、まあ、特に今回メインで追加になってるよというところでございます。まあ、この辺も先ほど言った通りプロスピ2019で搭載されたので、アプリ版にも同じように登場したというところかなと思います。で、続きまして打撃モーション追加ですね。はい、こちらもかなり大量の選手、山川選手、鎌本選手、牧原選手、ワンボーロン選手、福田選手、加藤選手、レアード選手に田中和樹選手で、バティスタ選手、村上選手、佐野選手、平田選手、木浪選手、福留選手というところでございまして、14名かな、の、打撃モーション変更が行われたというところでございます。まあ、ここもね、強気2019バージョンで、搭載されている打撃モーションになると思いますので、まあ、そちらも合わせて楽しみになったなというところでございます。特にそうだな、嬉しいところとしては、まあ、まだ S ランク通常とか出てませんが、鎌本選手とか、あとはまあ村上選手、佐野選手、木浪選手あたりの、まあ、最近ブレイクしてきた選手というか、まあ、そんな選手のこういうモーションがね、すでに変更入っているというところは非常に嬉しいかなというふうに思います。で、続きまして次の選手の投球モーション変更いたしましたということで、投球モーションの追加ですね。はい、野田選手、平井選手、高橋選手、吉田晃生選手、榊原選手で、床田選手、原樹選手、三島選手、鈴木選手と、まあ、ここも野手版と同じく、2019で搭載されるモーションがアプリ版にも来たというところかなと思います。まあ、ここも最近本当にブレイクした選手と、 あとは吉田晃生選手なんかルーキーもね、追加になってますので、ここも非常に、嬉しい追加になるかなというふうに思います。で、あとはフォローするの変更も行われたというところで、松田選手、吉田正尚選手、丸選手、この3名も追加になってます。はい、で続いて6つ目なんですが、イニングチェンジでも追加ということで、特定の条件を満たした時に花火やジェット風船のイニングチェンジデモが発生するようになりましたと。ただしこれはグラフィック設定で画質を高画質
つフレームレートを 60fps に設定している場合のみ発生いたしますというところなんですけれども、この辺皆さんどういう設定にされてますかね。これ今僕のメインアカウントの方なんですが、基本的に無課金もメインもグラフィックの設定は変えてないんですが、僕自身はこんな感じの設定にしてます。はい、まあ、結構ね設定どうしてますかって聞かれることが多いので、ここで改めてご紹介をしておきたいなと思います。まあ、今回のお話で言うと、画質を高画質、そしてフレームレートを 60fps にしていると、そのね、エニングデモが追加になったよというところでございます。まあ、これも非常に嬉しい機能追加かなと思います。明治神宮球場、神宮での5回裏、あとはハマスタの7回表の終了時のナイトゲームの場合は、花火が打ち上がるというところで、まあ、この辺もね、リアルになっているなというところでございます。あとはジェット風船ですね。甲子園球場7回表終了時、ホームチームが西武、ソフトバンク、楽天、広島、阪神の場合のみ。まあ、ジェット風船飛ばさない球団は、できませんよというところでございます。あとはマツダズームズームスタジアム広島の7回表終了時に、ホームチームが西武、ソフトバンク、ロッテ、楽天、広島、阪神の場合のみ、ここで飛ばすことができるというところでございます。ただなんかこれを見るにどの球団を選んでも多分色合いの感じは一緒なのかな。ちょっとこの辺まだ試してないのでわからないんですが、まあどの球団でも同じような演出になるのではないかなというふうには思います。で、続いてここですね。ダウンロード応援曲に以下の曲を追加いたしましたということで、今回14曲の、大幅アップデート追加がございましたと。まあこのダウンロード応援曲ね、いつだったかな、まあ、ちょっと導入された時期忘れちゃいましたが、月額課金制で、導入されたシステムなんですけれども、まあこの辺もあれですね、2019で、搭載されるようなダウンロードコンテンツで追加になった曲が、アプリ版にも登場というところでございます。で、アプリ版ではこんな感じで月額480円で、利用できるという感じなんですけれども、今回の曲追加は、完全に無料で、アップデートという感じに入りました。なので、まあ、今応援曲利用券を常に利用している方は、まあ、特にその追加金というところは必要ないので、まあ、そこは、非常にありがたいのかなというふうに思っています。はい、ということでございまして、以上がダウンロード応援曲の追加部分でございました。あとは一部変更なんかもあったみたいですが、この辺サバンナチャンス BGM 僕も聞いたんですけど、まあこの辺の変更もね、無料でアップデートになってますので非常に嬉しいかなというふうに思います。はい、ということで続いて8つ目、リアル起動がプレイ可能にというところで、練習試合とリアルタイム対戦のルーム戦オプション機能で投球起動を変更できるようになったというところで、まあそこでリアルを選択すると、この間のねイベントで初めて実装になったリアル起動が試せるというところでございます。リアタイのリアル起動は結構楽しそうだなというか、まあそれこそ今後リアル起動での対
会とかっていうところももしかしたら出てくるのではないかなというふうに思っています。まあ、この辺もついにアプリもねどんどんリアル路線に繋がっていってるなっていうところで非常にいい進化かなというふうに思ってます。まあ、前回のリアル起動僕もなかなか苦戦したのでこの辺はちょっと練習していきたいなというふうに思ってます。であとはリアルタイム対戦ほか、操作面の調整というところで変化球のブレ幅の微調整だったりとか、あとはリアルタイム対戦でのストレートのブレ幅の調整ですね。まあこれはね結構やっぱり最近ブレるなっていう印象があって、無課金アカウントなんかは特に能力もね、まあ低いのでどうしてもしょうがないかなというふうには思っていたんですが、まあただそれ以上にやっぱりブレてしまうという現象が起きていたみたいなので、まあそこが修正されたというところでございます。まあこの辺は特にリアルタイガッツリやってる方にとっても非常に嬉しい変更になったのかなと思います。あとは高速時の盗塁 AI の修正というところで、これもね地味に大きいと思うんですよね。まあチーム方針そんなにいじってないよという方もいるとは思うんですが、具体的に言うと積極にしていると総力60以上の選手が盗塁を試めるようになって、で普通にした時は70以上で消極的の時は80以上というところで、まあ総力が低い選手にね極力走らせたくないというチームであれば消極的っていうところがいいのかなというふうに思います。まあこれのいいところは消極的にしてるけど走力の速い選手はガンガン走るように、試みてもらえるっていうような、チーム方針に変更になったっていうところですかね。まあこの辺非常に嬉しいかなと思います。あとはまあその他イベントのリソース追加とかもろもろあるんですが、まあ、あともろもろ不具合の修正も入ったというところで、まあ内容としてはそんなところが、今回のねバージョン 8.4.0 のアップデートになるかなというふうに思います。まあ今回個人的にやっぱり嬉しいのはあれですね、やっぱり V ロードのプレイオフ日本一決定戦での自球団変更が可能になったところ、まあそこが非常に大きいかなというふうに思っています。まああとちょっと今回打撃モーションとか固有で変更になったモーションは特にこの動画の中で実際にね映像でご紹介っていうところはちょっとできなかったんですが、まあ、ぜひぜひ皆さんのねやってみての感想というか、まあ、今回のアップデート入ってみてプレイしてみての感想なんかもね、ぜひぜひコメント欄にて書いていっていただければと思います。で、まあ、今回の動画一応こんな感じで終わりにはなるんですが、明日7月の18日にですね、まあ、ついにプロス2019がリリースと、発売というところなんですけれども、おそらくアプリ版にもですね、何かしらの、まあ、ガチャ更新か、まあ、プレゼントっていうところが来るんじゃないかなと思っています。特にこのガチャ更新という点では、今来ているこの自チーム S 狙い撃ちスカウト、これが18日の14時59分までというところなので、まあ、少なからず絶対何かしらの更新はあるというところでは、まあ、プロスペ2019発売記念福袋関連、かな、まあ、来るとしたらガチャが来るとしたらそんな感じになるんじゃないかなというふうに思っています。なのでまあ明日プロスペ2019発売で結構僕自身もねいろいろやりたいことはたくさんあるんですが、まあプリバの動画もしっかり出していければいいなというふうに思っています。はい、ということでございました。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローとよろしくお願いいたします。で本日ですね23時からですね、夜の23時夜11時からですね、生放送の方をやりたいと思います。こちらはプロスペ2019のプレイのね、生放送になるんですが、0時00分からね最速でプレイやっていきたいと思いますので、まあぜひぜひこちらの生放送もチェックしていただければと思います。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。